立憲民主党、石川智弘を擁立し、批判殺到、北海道知事選。有敢富士の報道によりますと、立憲民主党の北海道連が、北海道知事選にて、石川智弘元衆院議員を擁立しようとしていることが明らかになりました。この石川さんなんですが、自由党の小沢一郎さんの秘書を経て、2003年に民主党から衆院比例代表、 北海道ブロックで繰り上げ初当選し、当選3回の元衆院議員なんですけれども、小沢一郎さんの陸山会事件にて、収支報告書に協議の記入をしたとして逮捕・起訴され、有罪判決が確定している犯罪者でございます。立憲民主党は小沢一郎さんと協力をして、沖縄と同じように北海道で利権を取りたいんでしょうか。こういった… 犯罪者の方、例えばですね、同じ立憲民主党であれば、辻本清美さんがいらっしゃいますけども、辻本さんの言動を見ておりますと、とてもじゃないんですが、こういった善科がある方々は、国会議員にはふさわしくないと言わざるを得ません。皆様、北海道知事選挙にて、石川智弘には、 絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。